食の贅沢のはるかです。今回はですね、疲れを吹っ飛ばすニンニク塩レモン唐揚げをご紹介します。で、前回は疲れた日に作りやすい料理として、レンジだけでできる簡単レシピって出したんですけれども、今回はどちらかというと、もう疲れを吹っ飛ばす、元気出す、うわみたいなその方向性の料理になります。なので、そのニンニク、レモン、クエン酸みたいな、ちょっと発想自体はすごく単純なのかもしれないんですけれども、このニンニク、塩、レモン、これは美味しさ的にすごく相性がいいので、今回はニンニク塩レモン唐揚げ、これを作っていきたいと思います。では早速ニンニク塩レモン唐揚げを作ります。で、材料などは概要欄にまとめておきますので、ぜひそちらを合わせてご覧ください。では早速このニンニク、これを吸っていきます。で、このニンニク、今回は大きいの1つ使うんですけれども、これはニンニクチューブだったり、あとちっちゃいの2個、それでも全然大丈夫です。ただですよ。注意点としては、今言った以上のニンニクの量、ニンニクマシマシといっても、それ以上入れてしまうと、ニンニクの過剰摂取、手とか切って血が出たら血が止まらなくなるので。なので、今回も限界摂取量ギリギリを攻めていきましょう。そしてすりおろしたニンニクをたっぷり加えます。ではここに塩、鶏ガラスープの素、料理酒、あとレモン汁。ではこれらを混ぜ合わせて、で、今回はみりん、砂糖など、甘さは入れない形で作りたいと思います。ではラップをふわっとかけて15分から20分ほど漬けていきます。では衣を作ります。まずは薄力粉、よいしょ、次に片栗粉、そしてこれらに水を加えます。で、さらにこれらをあらかじめ混ぜておく。そうすることで、卵なしのバッター、衣ですね、サクサク感が出るっていうよりは、食べやすくジューシー感も出るっていう方向性の唐揚げを作りたいと思います。ということで、これを混ぜていきます。そして漬けておいた唐揚げですね、ここに先ほどのバッターを加えて、で、よく混ぜ合わせます。では揚げていきます。で、今回は疲れを吹っ飛ばす料理、無理なく作ってもらいたいなと思ったので、油の処理が簡単なフライパンで作ります。では火にかけて、では唐揚げを入れていきます。で、粉じゃなくて液体だと結構拭って入れられるんで、ニンニクを余すことなく入れられますね。香りがすごいでは返します。
そして最後にお好みでレモン汁とごま油、これを混ぜたものを少しかけて、いいよ、はい、ニンニク塩レモン唐揚げできました、うん、かなり美味しそうですね。では味見をしてみましょう。ではいただきます。もうあれなんですよね、部屋中にニンニクの香りが充満している。ではいただきます。やば、もう口の中がニンニク。ただやっぱり衣をバッターにしたのでジューシー感がすごいっていうのと、あとレモンの風味が食べやすさを演出する、ニンニク味でありながらこうガンガン食べちゃうみたいな、そんな感じに仕上がりました。ということで今回はニンニク塩レモン辛いをご紹介したんですけれども、作り方自体はすごくシンプルで元気が出る料理になっていますので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。この動画いいなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録、グッドだ。あとこのレシピを作っていただいた方、 YouTube のコメント欄、 Twitter の作れポン、ぜひ感想をお待ちしています。ということで最後までご視聴いただきとても感謝しています。ではまた。うわー、ニンニクー。